NISA、売却年1回の場合とかですね、こう質問いただいているのは、ロールオーバーの取得価格とかですね、あと何回でも NISA、あと5年後、NISA5 年後、あと住民票と NISA ですね、まあ、この辺のことを質問が来てます。まあ、NISA もですね、あんまり勉強するっていうよりも、iDeCo とかもそうなんですけども、なんか言葉に惑わされて、いろいろ難しいんじゃないかとか、勉強しなきゃいけないんじゃないかとか、あと、結構 YouTube でもね、いろいろ発信してる人が多いので、いるんですけども、まあ、非課税の、まあ、得する制度ですよと。ただ、結局日本政府がやってることなので、まあ、あんまりどうなんだろうなっていうレベルで、まあ、実際にですね、淡々とですね、長期投資に、お金を回す、そのための投資額を稼いで増やすっていうループを作っていって、自分年金をどんどん作っていくっていう方が賢いのかなと思います。細かい制度を勉強してもあんまり見ないってことですね。アドセンスについてご質問いろいろ。